始まってんの。始まってもった。こんちくわ。今日は7日目の朝いうことでね、屋上からこんちくわ、ねえ高いな、あれですわ、7日目でね、なんかテンションだだ下がりみたいなね、ほんまにね、来た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 、もうこのね、ほんまに、このね、喋られへんのがね、結構苦痛やね。こういうとこ来ても、まあ、それはしゃあないわな。まあ、外でやったらしゃあない。おっさん何喋ってんねんと思われんで気ぃ使うのはしゃあないんやけど、まず部屋で喋れませんや。っていうか、喋ることもないしね。まあまあ、今の新しい部屋の人はね、言い方が多いんでね、その手の気は楽になったんですけど、そうそうそんなん一人で叫べるわけでもなくね、ほぼ人と喋ることない、まあ、いつも喋ってないんですけど、喋ろう思ったら喋れるわけで、今は喋ろう思っても喋られへん、っていうことでね、なんとなく何飽きてきたっちゅうか、みたいな感じかな、いつでも寝れる、あ、来た、ね、ほんまですせ、はい、いつでも寝れるっていうのをね、しんどいこっちゃね、いつでも寝てるんやけどね、ほんまになんかようわかりませんわ。まあ中だる見てまだ始まったばっかりなんですけどね、なんか、気分晴らしに、ちょっと喋ろうかなと思いつつ、別に喋ることもなく、まあ、ちょっとね、朝昼晩言うて、あ、わかった、その私ね、スマホが、これ何回も言ってるけど、スマホ嫌いですね。このスマホいらなあかん生活がね、だるいっちゅうんかね、パソコン持ってきてるんですけどね、それもなかなかね、ノートパソコンなんで、今までと全然ちゃうんで、使いづらいいうこともあってね、もうこのスマホ中心の生活がもう、スマホと一緒でちっこい画面でヒーってなるみたいなね、やっぱり大きいところでカーカン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 ってキーボード打ちたいタイプなんでね、こうなんかこうプチ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 って狭いとこ何押しても横押してもみたいな、あんなんはほんまにもうウィーってするのね、カカカカンカカカカカカン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 って打ちたいということで、その、まあ、スマホで撮ってスマホで編集じゃないね、スマホで撮ってなんかスマホでなんか YouTube に直接アップロードできるようになってなんかそんなやってるんですけど、それもいまいち分かってない、だからちょっといっぺんね、朝昼晩のご飯撮ってるんですけど、それ一回まとめてみたろうかな思ったりね、もう思ってるだけですけどね、もうどうなるこっちゃら分かりませんけど、まあまあそんな感じでございますわ。まあ、コメントもね返したいんですけどね、もううずうずしてるんやけどね、こいつスマホで妖怪さんにやって思っとってくださいほんまにね、スマホのこうなんかちまちま打つのができへんね、できへんハゲ親父みたいなね、ことで思っといてもらえればね、ほんまにそんな感じですわ。ちょっとね、火あるわ火あるわ思いながらね、
1日ちゃんとやってるか言ったら全然やってないしね、そんなこっちゃでございますけど、うだうだおっさんなんやねんいうこっちゃですけどね。はい、まあそんな感じでございますわ。どんな感じか分かりませんけどね。喋ること喋ったかな。今テンション下がり気味と、まとめるとテンション下がり日、悪い夢を見た、はいつもなんですけどね。悪い夢はよく見るんですけど、スマホ嫌いね、パソコンで死にたいみたいな、ですね。そんなこっちゃかな。はい、っていうことでね、何やろ。はい、これからね、今はまだ多分これ朝の8時台やと思うんですけどね、朝ごはん食べて歯磨いて薬飲んでみたいなね、ほんでちょっとね、気分転換にっていうことで、このあとねさらに気分転換でね、売店行ったらホットコーヒーとか売っとるんでね、ホットコーヒーでも飲みながら、新聞でも久しぶりに買ったろかと思ってね、今日の一面みたいなね、ね、何の世間のことも全然分かってないんでね、菅総理大臣ぐらいかな、分かってんのはね、ね、そんなこっちゃでございますね。はい、ではでは、大きに、毎度大きに、以上総代、いつもありがとうございます。失礼いたします。バイチャ、バイナラ、ボヨヨン、さよなら。おい、追伸です。追伸でごわす。朝はね、テンションダダ下がりやってね、ほんまに。激下がりほんまに。ようわからん。なんかめっちゃ怖い夢見てね、悪夢じゃーみたいなね、怖いってそのなんや、幽霊がどうのこうのじゃないんやけど、その結構ね、入院する前からもずっと最近を見てるんですけど、昔の仕事絡みっちゅうかな、昔の人間関係っちゅうかな、それが出てきてどうのこうのみたいなね、追われるの、追い込まれるっちゅうの、よう見てますね。こうリアル、結構リアルな夢ね、リアルに、どうしよう、どうすんねみたいなね、が多くて、今朝もね、それそういう感じでずっと何回も目覚めて、何回も続き見るね、これもずっとそういうパターンですわ、最近の夢ね。もう見続ける、起きても見てるみたいなね、そんな感じでした。はい、今はねこれ多分3時ぐらいかな、昼の15時ぐらい、もう全然もういつものように、なりました。はい、ということで、それ言うとかなあかんな思ってね、あれ、そうや、ほんでね、そのもう一個ね、ストレスがね、これスマホで撮って、スマホのまま今 YouTube に上げさせてもらったんですけど、それがなかなかね、未だにスムーズにいかないんですよね。その編集も全くしてないんですね。そのまあ、つなぎ合わせてるぐらいなんですけど、そのスパッとアップできる時もあればね、まあ言うたら半日かかってもまだアップできへんとかね、その理由が分かればいいんですけど、理由が分からんでなかなかアップできへんでね、でカチャカチャしてる間にもうええわみたいなね、なって、そのスムーズにねいけへんのがちょっとね、あれやね、何やねみたいな感じでね、はい、そういうことですわ。慣れんことをやっとるんでね、はい、まあそういうことですわ。なかなかやっぱりね、うまいこといかんね。はい、そんな感じでございます。元気なんでね、気持ち的には全く普通になりましたんで、はい、ただちょっと慣れんことしとるんでね、なかなかね、
思うようにいかん。だからハゲなったり毛伸びたりヒゲ生えたりそっとったり眼鏡変わっとったりなんか順番がぐちゃぐちゃになってるかもしれんねんけどね、それは自分の思った順番にならんとなんか動画がアップできへんな言うてカチャカチャやってる間にこう入れ替わってるみたいなね、そんなこっちゃと思ってください。はい、以上です。はい、いつもありがとうございます。ごきげんに、バイチャ、バイナラ、以上、そうだ、トゥ、さよなら。